バナナフリッターズの山田孝一です。バナナフリッターズの日高のり子です。バナナフリッターズの関俊彦です。はい、バナナフリッターズは午後12回目の放送でございます。イエイ、はい、今週はですね、なんと言ってもいよいよ新曲のタイトルが明らかになります。番組が始まって三ヶ月。 いろんなことがだんだんん形になってきてきいます、えー、このラジオでね毎週顔を合わすようになって、うん、それから新曲のレコーディングでしょ、はい、ライブの詳細が決定して、うん、3人揃ってのゲスト出演なんかもやっちゃったりして、うんえー、写真撮影もありましたよねはい、うんはい、写真といえば、はい、番組公式ツイッターに1992年に名古屋城で開催された野外イベントにゲスト出演した時の、えー、写真を載せたところ皆さんからの反響がありましたので早速紹介させていただき、はいいます。 ありがとうございます。ユウサラさんは言ってました。あ、同じ時を共有してね。おの時だで見たのね。すごいな。うん。アップルフリッターさん、若いっていいな。そうね。剃ってる写真とすごい剃ってるよね。剃ってる。もう俺剃カイさん、この時代にタイムスリップしたい。楽しそう。楽しそうだね。一枚でね。そかにね。 石川さん、今になってみると、おたげに見えますね。確かにね、おたげみたいな感じのポーズ、誰が作ったんですか、これ。これ、誰だろうね。これ意外と自分たちでこうしようって決めた。ちょっとギターを弾いている振りをする。そうなの、そうなの。え、じゃ、あおたげの元もギター弾いてる感じ。ななんでそょう、繋ぐんだよ。たまたまだよ。ちょっと反りが俺、甘いな。甘い。そだね、まあ、どの瞬間を捉えたかによるけどね。そうだね。この後、この前にぐっとそってたかもしれない。この中で、山ちゃん頑張ってる。俺頑張って。貧乏ダンスができる。 やっぱりねあのバナナプリターズの T シャツをズボンにインしてるっていうねこれはあのレコード会社のね方が作ってくださったあのノベルティーだと思うんですけれどもはいその T シャツをですね本日持ってまいりましたあすごいもうバッグがあ懐かしいなんリュックみたいなやつビニールっぽい素材のやつう。グリーンと黄色のやつ T シャツで私たちが着てたものがこれでございます そうですよ。これ着てインしてたんだよ。そうこれねそうだ。バナナがロ本あってね三本が黄色くなってるってやつね。そうロボマねバナビの。のりちゃんもインしてんのこれ。インしてますね。インしてサスペンダー。サスペンダーしてる。山ちゃんはベスト着てるからインしててもいいけど、俺ただのインだからな。そうだな。ベストも何も着てないからね。これやっぱイタリアンシャツインだけどね。ベストグッと上に上げてね。腰グッと上にまでね。そうそ上げたんだよね。この時っていっぱい歌ったの？この振り付けがバナフリラなのでプラトニックとバナフリラと二曲だったんじゃない？ 歌ったとしたらさすが残パッと出てくるね。想像覚えてないでしょ。ごめんなさい。これこれやったでしょ。あのスラップスティックのライブでもこのポーズバナフリラで。俺が覚えてるのはなんか金の社長このことしか覚えてない観光気分か。 確かにそうかなそうなんだよこうやってその場にいた方がね本当ですねありがとうございます嬉しいありがとうございますさあってことで久々に我々もやるわけですけれども、今年バナフリー単独では25年ぶりの復活ライブバナナフィッターザーゴーゴーリライブ2017が あるよーほーいえ開催日時は6月9日金曜日午後6時会場午後6時30分開演会場は東京国際フォーラムホール C チケットの料金全席して税込6000円となっておりますチケットの一般発売は e プラスチケットペアえローソンチケットの各プレイガイドで4月23日423、はい日曜日午前10時からとなっておりますはい えー、復活ライブの詳細は BF55 番組公式ツイッターそれから私たちここの SNS またはディスクガレージのホームページでご確認くださいさあ今週はいよいよあの発表があるよ皆さんお待ちかねの新曲情報の第1弾として、うん、まずタイトルを発表しますのでお楽しみにバナナフィッター We are!

え毎回バナフリソングを私たち自らで解説しているバナフリセルフライナートークのコーナー今回はインタラクティブコミュニケーションですはいこの曲は1995年6月21日に発売されたバナフリのサードシングル1995年7月21日に発売されたベストアルバムバナナベストセレクションにも収録されていますはいはいあのこれインタラクティブコミュニケーションって電話のことをね、うん、え歌にしているわけですけどこの当時はまだ携帯電話ないんですよう、ね、なかった電話してかけ たのが彼女の爺さんが出たっていうあの下りだって今ではありえないもんね,でね携帯電話ダイレクトだからねであれですよもう皆さんお気づきですけども<ス>ーイーストエンドプラスユリっていうのはだよねっていうのはねうもうそうだよねだよねっていうねうん、うん、曲がもう一斉を不備しましてうん、うん、ええー、なのでそれに乗っかろうというそういうあからさまにそういう企画ですいいですね言われましたいいで、ねえー、俺それはちょっと あからさまでしょっっっててていやいやややみようようもうラップってもう本当にかっこよくなるかダサくなるかどっちかだからうどうですラップとかに興味あったんですか <laughs> ヒップホップとかラップには皆さん二人はなかったでしょ全然ね。なかったと思う。 僕はスチャダラパーが大体大好きで他のやつあんまり知らなかったんですけどスチャダラだけはものすごく大好きだったんでそれをちょっと文字ったやつを自分で作ったりとかしてたんだけどあの半分ギャグでね俺サノモトハルの好きだったなラップっぽいサノモトハルさんって意外とラップ日本でね、いろんな方が最初だってやってる前から自分の曲の中にちょっとラップっぽいのっていっぱい入ってたのねま、ほらニューヨークの一早く取り入れるっていううん いっぱいあったよねそうう。そそっちらは先なんじゃないかってみんなと思うんだよねそうだったんだしかもそうだよねみたいにちょっと面白い人がかっこよくっていうのを狙おうでも強力なスタッフがねそうなんでなんと言ってもはいはいえっと作曲編曲それからあの詩の方もですねあのいつだってくださいましたドクタートミーさん ね、クラブの音楽としてはもうすごい方で、えー、まあ,あの近田ハルとビブラストーンのね MC、うん、そしてボーカリストとしても知られる方で、うん、まあ本当に DJ そしてプロデューサーコンポーザーとして有名な方なんですけども、うん、この方に協力していただこうっていうことでね、うん、我々ラフとかそっち系はもう本当に全然わからないですけども、うん、ってで全部ねお任せして作ったわけですよ。うんうん、そうだトミーさんが言ってたね インタラクティブっていうのがいいと思うって。僕はそれすごくそれフェッショそれ初めて俺その時認識したよ。それまでそんな言葉知らなくて今でこそインタラクティブなってね普通に出てくるもんね。ねでもあの時に面白いと思うんですよって書いてちょっと私はポカンっていう感じだった。そう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 いう時代だったんですよ皆さん。そうでもそうやって考えてみるとやっぱりトミーさんすごいんだね早いんだね。そうですね。 さあそしてこれライブで披露したことはありませんけれどもライブで披露するのは難しいですねこれみそうもしやるとしたらね難しいと思いますねどうでしょう内容はだってだいぶ昔に戻る感じになりますからおけを使って違う塩入れるしかないですよねそうだねはいじゃあインタラクティブコミュニケーションに関して BF55 ネーム大香さんからこんなメールをいただきました毎週木曜日だけは早めに夕飯の準備を終えて一歳の息子をやしながら聞いていますえただいまギリギリ荒さな私がバナフリンであったのは 中学生の時インタラクティブコミュニケーションを見つけて思わず手に取ったのが初めてですランマ2分の1で皆さんのことは知っていました、えー、バナナベストセレクションもその時に発見したので一緒に購入、えー、それから十数年経ってスラップスティックのライブにゲストで出ると知りライブに参戦して楽しませてもらいましたそして今年は単独ライブということでライブやるよと聞いてから夫に 6月にライブ行くから息子をよろしくと日にちが確定する前から許可をもらい待ちに待っていました。ライブ楽しみでーすいやー。ありがとうございます。嬉しい。うん、そもそも1991年92年っていうのがさ、うんはい、我々が一番初めてさ、はい、芝居から始まってライブやって、はい、ツアーをやってって、でこれって1995年なんだよね。そうですね。そこからちょっと上げて、ちょっと間そう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 。だからそっからファンになってくれた人っても、うん、えっと岡さんみたいにね,ね割と 中学生の時ですよ。いるかもしれないですね。この最初のバナフリとの出会いがインタラクティブコミュニケーションっていうのもすごいですよね。それもすごいわ。それもすごいよね。てよかったね。普通バッチグーだからね。バッチグーだからね。そうだそうだそうだ。ランマでね知ってく。そうですね。交ったっていうことあってね。そうですよ。そうですよ。ねだって三人とも出てるアニメってあと何ある？ランマ以外に。ええ。 そう言われると何マぐらいしかないのかなもしかしたら一緒に出るってねアンパンマンあってもね,ね別々だからねまあ役は持っててもねなんか新作とかね今やってる番組で三人でゲストとかねうんそうですねそういう役とかね<ー>やってほしいなやってほしいはい。はい えー、そしてバナフリッコの皆さんからですね、うん、今度はライブグッズに関するあご要望もですねたくさんいただいているんですよはいまずこちらサラワれたさんからです、えー、チケット取れましたライブ自体が初めてで今から待ち遠しいですグッズはやはりパンフレットでしょうかでもバナナボックスも捨てがたいですねまあグッズを超えてますよねボックスはもうね <laughs> うんうん、うん はいサッポンさんチケット無事に取れました初めてのバラフりなので今から楽しみですグッズはパンフレットや写真集をお願いしたいです昔と今の写真を織りませながらとても魅力的だと思いますいやいやいやこれは魅力だよ私たちにとってもすごい思い出の一冊になるそうだね <laughs> うん京カリンさんからいただきました、うん、グッズはラジオで話していた昔の写真を撮り入れたパンフかロムシ あと、うん、バナナをモチーフにしたバンダナ作っちゃうバンダナいい、ね、ロムシュってどういうこと CD ロムシュってことでしょうやっぱり皆さん昔の写真も見たいって感じなのねえむつこさんチケット無事取れましたグッズはやっぱりトートバッグとタオルは外してほしくないですなるほどあと USB なんてどうでしょう<ー>当時高校生でお金があんまりなかったのですが今大人買いできるのでいろいろ出してくださいいいですね頼しいですね、うんはい、カオルさんチケット取れました早く6月9日にならないかなグッズですがトートバッグがあると嬉しい 布製で肩掛けできてライブのパンフレットがすっぽり収まるサイズってどうですか当時使ったグッズを入れて持ち帰りたいなるほどこれはいい戦略ですね当時、ね、使った、えーそ,うね、そうだいっぱいね買いたくなるしねよね、うん、さんライブ今から楽しみです普段使いできるものとかさりゃげなくバナフリファンだよって分かってもらえるものとかあったらいいですね、うん、ライブで使えるリストバンド型の光るやつとかあれば手拍子も大丈夫かな、うん、あー来たよ手拍子問題手拍子 <laughs> <laughs> やっぱりリストバンドですね,ますね <laughs> やま <laughs> ちゃんの話をよく聞いてるえ、ハッシーさんチケット無事取れましたグッズですがパンフレットマフラータオルリストバンドが素敵かと思いますパンフレットはぜひお三方の取り下ろし写真付きでお願いします写真で攻めてくるな困るなえ、カヨさん無事にチケット取れました今からもうドキドキが止まりませんグッズですがマフラータオルリストバンド T シャツアウトでしょうえ、あバナナ型のサイリウムそれからパンフレットチケットホルダータイプのネックス ストラップも嬉しいです。なるほど。はい、ええー、南アットマーク。 みこもこさんチケット当選しました、はい、楽しみです。三人の素敵なカレンダーが欲しいです。そうカレンダーね六月のライブだからカレンダー難しいんじゃないかなって思ったんだけど、うん、うちね間三つおカレンダーがあるのでそれはね日付がさ一日から三十一日までの日めくりになっているの、はい、だから毎月使えるわけ。はい、なるほどカレンダーとしてね使えるかどうかは別として面白いってこと、ねうん。面白い。じゃあ<解>一生使えるやつで一生使えるだから一日一日ごとのそう一日,日ごとの三十一パターンあればいいだけですよ。<う>じゃあそれぞれみんな俺たちがだってバナフリダものとか書いてく <laughs> <laughs> そういう例に出しただけでね、私、うん、たちがそんないい一言書かなくていいんですよ。<laughs> まあ、そんな才能ないでしょ。<laughs> ああでもさ、もう写真の横に何か一言書いてもいいんじゃない？か写真だけでさ、一生待たせるのは難しいじゃない？<laughs> 一生待たせるって<え> <laughs> そこに固こまなくてもいいじゃないで,すかで,でもね、<laughs> それは負けるよね、五十代だもの。そういう。<laughs> <laughs> <laughs> ね若い子の写真とかを見せながら「私それどうかな年取ったら年取ったでいいこともあるんだよな」とか語尾な」とかものにすればなんとなくそういうふになるからねあとは「バナナはバナナのように」「バナナはバナナのように」「意味はわかんないよね」「言っちゃいけないこともおうよな関ちゃんだもの」 面白いんじゃないの、うんね、これ結構いい、ね、写真の横にのそうするとこほは皆さん写真も見てたけどくすって笑えるところもダモンはやめてダモンにする <laughs> ダモンダモンダモンと甘い棒みたいになっちゃうよね <laughs>、うん、バラフィーダモン、はいはいはい、しゅうきさんチケットゲットしましたカレンドお願いします <laughs> <laughs> それかい今の聞いてかないら今,今来たじゃないね <laughs> はい、こわいさんチケット取れました今からドキドキのカウントダウンですグッズですがブロマイドなんてアイドル感あふれてレトロで素敵かな昔っぽくねあえて濱家さん ルベル堂でね、プロツーしてもらおうから、ええ、じゅんべさん、チケット当選しました。三人の写真やイラスト入りのクリアファイルが欲しいです。ええ、猫どんさん、グッズですが、モバイルバッテリーなんていかがでしょうといただきました。使いやすいかもしれない。トートバッグ意外と多いですね。そうですね。まシャツ、タオル、ベストバンドもありますけど。うん、いろいろ、どう、どうにしようかな。全部やる、全部やって、トートバッグにね、入れて、袋袋みたいにしてね。あ、いいですね。全部セット。全部セット。あるよ。すごいね。あのラメの。 全部載せみたいなことですよねそうそうそうその通りその通りですよ全部載せみたいなあと他にもねいろんなあのメッセージをいただいてい紹介しうないですか紹介しましょうよよろしく昆布さん毎週楽しく聞いていますバナフリの CD は中学生の時からずっと大切に聞いていて今回の復活がとても嬉しいですライブも行きたかったのですが地方民で子供もいますので無理そうですどうかどうかライブのブルーレイ発売お願いしますブルーレイはきめ細かく映るよいろんなものが私たちえ どうした私初めてかもしれない自分自身がブルーレイになるの商品としてねそっか出てる作品がブルーレイいっぱいあるけども自分自身がね自分の顔がブルーレイになるの初めてかもしれないなるほどそうだよね姿がそうかそうでしょうえ DVD でも話してきて初めてだもんねどうしようもう毛穴開いてるのまで見えちゃうなどうしようパックした方がいいかしらね全部加工してもらい CG で <laughs> よっちさん、私はもともと関さんの歌声に聞き惚れて関さんのファンをしていましたが気がつけばバナフリのファンにもらっていましたありがとうライブで生のお三方に会えるのが今からすっごく楽しみです私はこの春高校を卒業し大学生になります、うん、大学生のうちにこれはやっといた方がいいよということありますかつらい受験勉強もバナフリの歌に元気をもらって頑張れまましした本当に感謝していますありがとうございました。うーん 大学生になってさ晴れてなって、うん、やっといた方がいいよって、うん、私ね大学生の経験がないんだよね<ー>だから、まあ、大学大学生じゃなくてもねその年代にってくるじゃないですか何が楽しかった大学で中大の終わりぐらいにやっといた方がいいことですよだから まあのんちゃんはもうねアイドルとしてね大活躍してマラソン走ったりしてたのかな今度ね生まれ変わった大学生やってみたいってあの思ってました楽しそうじゃないですかなんかサークルとか入ったり元のバナブリスタッフで今大学生の人いますからねはいはいいますいます美大イ学生さんね何歳かでも大学行けるもんねなんだろうサークルって入った方がいいんですか関ちゃんも演劇 いやもう演劇はあの別なところだああそうかすよね大学のサークルではないもんね僕は楽文研究会入ってねこの世界に入るきっかけとなりましたからね旅とかさそうだよねそこでするべきだよね自分でね時間をコントロールしてねでも僕はやっぱり大学に入ったからには勉強すべきだと思うな今となって思うのはねさっぱり僕は行かなかったけどそうなんだでもなんか社会人になってからだといろんなことできなくなっちゃうから大学時代って興味のあることは全部やっとりあえずやてみたらいいんじゃないかなまず一番大事なのは mm -hmm. 恋。キャンパスでの恋いいね。失敗してないな。あたしで前に仙台でさ、ランマのイベントでいたときかな。仙台のあの町をこう散歩したときに、山ちゃんが初めてデートした公園だかなんだか紹介してもらったよ。ここのずんだ餅が美味しくて、あとこのあなんか初めてのデートでっていうね。そうそうそう。西公園の方だと思うよ。ねねねね。あまずっぱい思い出があるわけだ。ね。多少ね。多少ね。多少ですけどね。たくさんいただき。 来ましたよ本当、はい、ありがとうございます嬉しいことですよねこの番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております復活ライブでやってほしいことそれからバナフリソングのリクエスト近況報告なども大歓迎ですーーーさあ皆さん、はい、長らくお待たせしてしまいましたが、うん、ここでついにバナフリの新曲のタイトルを発表したいと思いますお<ー>、うんん 新曲のタイトルは3文字と予告していましたが果たしてその3文字はそうなんですバ <laughs> ナナフィッターズ22年ぶりの新曲のタイトルはあの、ね、でございます、はい、第3回の放送で新曲制作決定の発表してからのんちゃんが番組のどっかで必ず「あのね」と言っていたことに皆さん 気づいてましどうですか気づいてた？あのね、それ誰？やしろゆう。ああ、やしろゆうちゃんのやる足立マナだと思いますよ。ありがとう。あのねっていう言葉はあまり普段使わないので。そう？使ってそうなあるね。あのねあのねって？言ってるかな？言ってるのかな？このねあのねカペカ。 ねえねえあのねあのね,ね<え>あの番組公式ツイッターで募集してました新曲タイトル予想へのツイートなんですが、うん、こちらも来週改めてご紹介させていただきたいと思いますそうだね実は新曲「あのね」に関する重要な情報も解禁となりますので、うん、こちらの方もぜひ楽しみにしていただきたいですそうなんですよね、うん、曲を聴いてほしいプラス,プラスすごいことがあるんですよ、うん、そうなんです、はい、バラフィッター,ー高校お相手は山寺一とと日高のりこと関俊彦でした Banafuri, go go! go go. To be continued. To be continued. To be continued.